ありがとうございます。本日は奈良市大森西町にございますピュアシスというですね、こちら築浅の賃貸の一戸建て物件のご紹介になっております。まずこちらが2階のお部屋となっておりまして、こちら1つ目の教室ですね。はい、こちら東向きのバルコニーがついておりますお部屋となっております。こちらはね、グレーのアクセントカラーが効いたおしゃれなお部屋なんですが、こちらのお部屋には両方にハンガーパイプのついた大きなウォークインクローゼットがございますので、大変ね、お荷物もしっかり入るお部屋となっております。そしてこちら2つ目、こちらの洋室となっておりまして、こちらにもですね、同じウォークインクローゼットついております。お荷物ね、多いご家族の方でもしっかりとこのように収納していただくことができますね。そして3部屋目がこちらです。このようなね、おしゃれな窓がついておりますのと、こちらにも収納がございますので、こちら読んでこちらほどのお部屋ですので、お子さんのお部屋とかにもね、ぴったりになってますね。それでは1階の方にこちらの、室内階段で置いていきます。階段を降りてすぐのところにございますのが、こちらの広い玄関となっております。シューズボックスもですね、このように大変大きく大きなものがもうすでに設置してありますので、靴もブーツなどもね、しっかりと収納していただくことができます。そしてこちらがお手洗いですね。扉もすごくこのように変わってるんですけれども、ウォシュレット付きの大変清潔感のあるお手洗いとなっております。窓もね、しっかり大きなのがついてます。そしてこちら1階部分がですね、リビングスペースとなっております。こちらお部屋の目の前にですね、敷地内の駐車場なんと2台確保されておりますので、お車それぞれお持ちの方でも安心して止めていただくことができます。そしてリビングにはエアコン1台ついておりますのと、あとこちらですね、坂本さんも入っていただいてますので、もうセキュリティ面も安心安全の物件になっております。そしてこちらの人気のカウンターキッチンなんですけれども、大変広いです。もう賃貸の物件ではほとんど見ることのできない大きなキッチンになってまして、シンクもね、大きいですし、コンロは IH の3口ついております。そして収納も上からね、入れていただける大変便利な収納となってまして、後ろもこれだけ幅がございますので、冷蔵庫、そして食器棚も置いていただけます。こちらね、勝手口もこっちについております。そして最後、気になる水回りですね。まずこちら、大きな三面鏡付きの独立の洗面台となってます。もちろんシャンプードレッサーもついております。お二人同時にね、ご利用いただくことが可能ですね。そして奥こちらですね、大きなドラム式の洗濯機でも置いていただくことができる、室内の洗濯機置き場。そしてこちら、足を伸ばしてゆったりと入っていただける一坪浴槽となっておりまして、もちろんこちら置いた機能もついておりますし、浴室乾燥もついておりますので、雨の日や外にね、干したくないものでもこちらで乾かしていただくことができる大変機能的な浴室となっております。はい、こちらですね、このように大変綺麗で快適な一戸建て物件となっておりまして、また JR 奈良駅にも徒歩で行ける大変便利な位置となっております。まあ、その分ね、お家賃はちょっと大変ちょっとお高めになってるんですけれども、それだけ、充実した設備、そして立地となっておりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。詳しくは当社のホームページをご覧ください。奈良のもてなし奈良心、賃貸のお先は皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。以上で紹介させていただきました。